夏休みにライフステックの方が学校でそのアプリの講座を開いてくれるってことで、それにやってみようかなと思って参加しました。ライフステックっていうのは、中学生とか高校生のためのテクノロジーのキャンプです。iPhone アプリを作ったりとか、ゲームやデザインなどの、最先端のテクノロジーを学ぶので、東京大学とか慶応大学と連携をしていて、春休みとか夏休みとか、3日間から5日間でキャンプ形式でやってます。ライフステックをなぜ始めたかというと、僕もともと高校教師を物理を3年間ですね、教えていて、で結構ですね、今パソコンとかゲームが好きな子ってすごく多くてですね、でその子たちって何かこう作ってみたいとか、それを人に見てほしいとかっていう思いがあって、僕のところにも結構質問が来てたんですね。でやっぱり僕好きなものじゃないとですね、人って伸びないなと思っていて、その子たちの好きなものっていうのを伸ばしてあげられる環境を作ってあげたいなと。でそれってね、今の社会ではすごく必要なスキルにもなっていて、社会でも求められているし、その子たちもやりたいしっていうものを何かこう形にできるような仕組みを作りたいなっていうところで、このライフステックというものを始めました。プログラミングってなんか、いや僕みたいな人じゃ絶対できないんだろうなとか、そういうふうに思ってたんですけど、一つオリジナルのを作ろうと思って、ちょっと一つアプリ作りました。タップオンナンバーっていうゲームなんですけど、スタートを押すと数字が出てきて、で下にもなんか9個のパネルが出てくるんで、それと同じ数字を選んでいくゲームで、その後アプリ甲子園っていう大会があって、そこで自分のアプリがどのぐらい評価されるっていうか、そういうのを確かめたくて出しましたね。その大会でなんか運よく5位に入賞して、評価された部分はなんか独創性とかアイディアのところで、それでまたアプリ作るのが楽しくなっていきました。ライフステックの一つの特徴は、彼のようにプログラミングを初めてやる子が7割から8割いるということです。彼は最初、なんかこう毎日やりたいことがないなぁなんて言ってたんですけど、アプリ開発に出会って毎日こうやりたいことができた、目標ができたって言ってくれるのが一番嬉しいですね。プログラミングとテレビ見るのと勉強してるので、いや時間がないんですよね。1日がもうちょいあと倍ぐらい増えれば、いやゲームもできるようになって思いながら過ごしてます。小6の時にソーシャルネットワークっていう映画見て、すごいかっこいいなって憧れて、でスタンフォードのコンピューターサイエンス、コンピュータープログラミングのコースに行って、日本に帰った後、自由研究の夏の自由研究の宿題のために学んだことを使って Java のゲーム作って、それで小中学生作品コンクールっていうところに出してみたら賞をいただきてました。賞を取った後プログラミングやりたいなと思ってて、でそれでライフステックの存在を知って、そのワンデーの無料体験に行ってみて、すごい楽しくて、自分で勉強してる時はドキュメンテーションとか本とか読むんですけど、文字がいっぱいあって、なんかすごい圧倒されるっていうか、すぐなんか投げ出しちゃうみたいな感じになっちゃって、そんなに続かないんですけど、メンターさんがいると励ましてくれたりするので、でなんかやればできるみたいな、楽しみながらプログラミング、僕らのプログラムは中高生5人に対して1人、メンターと呼ばれている大学生がつくことで、その子たちの進捗に合わせて進めることができる仕組みになっています。また、その子が例えば Android が好きだったりとか、ゲームが好きだったりとか、その子の思考に合わせてコースが選べるようになっているので、まずは好きなことから、始めるというようなキャンプになっています。これはプレゼンをするときに使うアプリで、時間配分をするときにイントロとかメインとかまとめとかの時間を登録して円グラフになって見れるみたいな、ディスプレイもすごい大きくして遠くからも見えるようにして、プレゼンがしやすくなるようにしたアプリです。メンターさんがすごい手伝ってくれて、集中してできました。コミュニケーションがこう促進されるような場作りというのを、目指しています。
やはり子どもたちの中では初めて来るそういう場に緊張してしまう子とかもいるんですけども、そういったところで、まあ、例えば長めにですね自己紹介を取ったりだとか、あとはこう会話が自然に出るようなゲームをしたりとか、あとは外でこうですね体を使ったようなアクティビティみたいなこともやったりしています。大学のキャンパスで行うということも一つの特徴です。例えば最先端の研究をしている研究室に見学に行ったりとか、最先端で活躍する大学院生や大学の先生の話を聞いたり、普段味わえないような特別な環境で過ごすことができます。なんか今まで大学とかすごい遠い世界みたいだったんですけど、その研究室見てから研究内容とか聞かせてもらってから、なんかすごい大学が楽しみになったっていうか、その身近な存在になってすごいやる気が出て目標もできました。ライフイズテックが新しい教育の形となって、これからの子どもたちの可能性を最大限伸ばせる場所に、なっていけばいいと思いますね。彼らが、好きなものをのめり込んで、どんどん実力をつけて大人をこうあっと言わせるようなですね、そんな子たちにどんどん育ってもらって世界でこう活躍できるような子たちが、育っていけばいいなと思っています。いつかはアメリカの大学行っていろんな分野の人とかいろんな国籍の人とかと喋って世界を開きたりしたくて、やっぱりプログラムの仕事はしてみたいって思いますね今。